エレナ・ムヒナをご紹介いたしましょう。今年はヨーロッパ選手権、ちょっと風邪をひいてあまり調子が上がりませんでした。この大会は絶好調で臨んでいます。さん、シャボシニコワがですね、段違い平行棒で 9.8 でいい得点を出してます。このゆかウンド、ムヒナどうでしょうね。まさにソビエトのトップスターの共演です。そして激しい点数争い。早くも規定から熱い火花が散っています。女子体操の戦いなんですが、ソビエト選手権のチャンピオンです、エレナ・ムヒナ19歳。いかがでした？やっぱり素晴らしいですね。非常にあの運動が正確ですし丁寧ですし、あのタムリングの技術も非常に高いと思うんですよね。ああ、もう一度見てみましょう。このあたりのタンブリング、今得点が出ました。エレナ・ムヒナ床運動は 9.70 です。シャポシニコワは 9.80。 これで3種目が終わりました。シャポシニコワが先ほど段違い平行棒 9.80 でしたね。そうですね。